是吗？快要见女神了，怎么样，表现得自然一点啊？没有镜子，就要见我们的苍老师了啊，好紧张啊！来た。え、本当に？はじめまして。こんにちは。はじめまして、谷町陽と申します。はじめまして、よろしくお願いします。どうぞ、今日はよろしくお願いします。はい、じゃあ、やっぱ車乗って、はい、うん、まあ現場に行きましょうか。わかりました。はいはい、じゃあ行きましょう。はい、やっぱちょっと緊張しますねすいませんよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今回は今回は何をしたらいいのかなっていう、ね、ことですよね。でも青井先生見たら会ったらすぐ何でも忘れちゃうんですよ頭の中は今真っ白何もないですよもうどうするの そうですね、はい、実はですね、はい、任務ありますよ。任務、はい、あ、 ありがとうございます。今回来ていただいて、はいはい、ここに書いてあるんですね。あります。開封しないでください。あ、まだダメ、はいはい、後でこういう形式でやっていく感じですか。そうですね、任務あって、はい、任務の説明してあげて、うんうん、でその後は部屋のそういうデザインとかしてくれたら、最後は完成できるように、はい、で、 あ、でも今回もうちょっと頑張って、その YouTube の、 その コンセプトというか、その撮影としては、その部屋をそれぞれテーマに沿って、そうですね、やっていくってことでいいんですかね。そうですね、弊社は今特に関西地方もなんかいっぱい民泊式のホテルが運営してますので、で今回は青井先生来ていただいて、なんかちょっと面白い部屋、その一室を面白く、そうですね、ちょっと変えてくださいみたいなことですか。そうですね、変身って感じですよね。で普通な部屋からちょっと面白く、面白い部屋に変身したいですね。おお、はいはいはい、まあちょっとね、開けてみてからね、うん、あ、そういうことねっていう感じで、うん、そうです、わかりました、はい、頑張ります。はい、どうぞ。わあ、すごい。え、ここですか。ここですよ。わ、すごい。え、でもこれ全部ってことですよね。全部です。すごい。はい。の一室を、そうですね、私が作っていいってことですね。そうですね。じゃあ、任務ね、じゃあ見に行きましょうか。はい、はい、どうぞ。来ました。あ、どうぞ。いいんですか。はい、1104です。104、はい、ここです。お、はい、じゃあ入りましょう。はい、どうぞ。こんな感じの部屋なんですけど、でも今何もない感じですよ、まあでもすごいシンプルでいいですけどね、うん、でも今開封していいですよ。あ、任務、そうか、任務ね。これがテーマが書かれてるってことですもんね。はい、はい、この部屋をどういう風にするかってですね。はい、部屋テーマ、二次元アニメ。あ、そういえアニメ。アニメ、アニメ、アニメ関連、どう考えます？アニメ関連、うん、ほうほうほう、うん、ほう、一番唯一のハマってたアニメだ。いや、まあワンピースね、だからワンピースしか知らないから、うんうん、いいじゃないですか。ワンピーステーマでもいいな。いいですよ。え、そういうキャラクターでも全然問題ないのか。はい、二次元アニメ、うんうん、でもそれしか分かんない。でも面白いよ、ワンピースは絶対人気だと思います。だからやっぱ海賊っていうテーマ、ワンキーですけど38平米ありますから、うん、室内の面積は。そっか、そんなにあるんだ、うん、
どうですか？どうしよう、すごいね。こうちょっとその近くにその日本橋のそのなんかでまあ東京の秋葉原と近いみたいな感じのところが、うん、みたいなところがあります。じゃあ歩いても、ね、歩いて行っても5分ぐらいで、すごい、やった。はい、買い物しながら、ね、考えた、考えましょうか。うん、考えましょうか、はい、ね、何もシーツとかもないですもんね。うん、ね、ベッドも全部作り込んで、はい、壁もね、すごいグレーはいいですけどね。今はシンプルです、うん、すごいシンプルで、なんかすごい好きな部屋ですけど、発想があればうちはなんていう工務店もありますので。あ、本当、うん、じゃイメージ伝えて壁をこうしてみたいなこともやってくれるとか、うん、やってくれます。わかりました。はい、海賊テーマだからね、なんかもう、はい、木造なんか木っぽいなんか感じ、この海賊っぽい、海っぽい海っぽいですね、船っぽい感じですかね。はいはいはい、でもちょっとワンピースね、はい、なんかね、飾り棚だし、なんかフィギュアとか置きたいよね、これね。そうですね、うんうん、この壁ね、すごいいいけどな、なんかこう船の中にいるみたいな感じね、うん、海賊船にいるみたいな感じ作れたらいいかな。全然いいです ね、 ね、はい、じゃあ任せます。頑張ります。任せます。はい、頑張ります。頑張ってください。あとチェックに行きますね。はい、あ、分かりました。はい、よろしくお願いします。はい、なんもないもんね今。海賊をテーマにした部屋ってどんな感じかなって思って今調べてます。あ、はい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 、なんかなんとなくイメージがついたので、これから買い物に行ってきたいなと思います。楽しみ、行きましょう。すごい、ここ。ここだって大阪で言ったら日本橋はその秋葉原、東京の秋葉原みたいなことでしょ。ねえ、だからすごい新鮮、私の中では。あ、こんなにあるんだって本当に思う。すごいよ、メイドがいるよ、いっぱい。お店のメイドカフェは行ったことある。そうそうそう。なんか美味しくなーれみたいな。萌え萌えキュンみたいな。ねえ、カフェ行ったことあるよ。すごい、アニメ。まあでも全然あんま見ないんですけど、やっぱ、ね、あのワンピースは面白いなと思って結構ハマって見てましたけどね。最近ちょっとまだまた見れてないんだよね。ほう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 。あ、ドラゴンボール。あ、ワンピース。なんかイメージとして、あ、ワンピースじゃなくてその海賊みたいな。逆にワンピースになっちゃうんですけど、そういう感じでもいいのかな。いいな、そういう感じで。だったらもうこれとこれとこれとって全部ね、全部欲しい、もうこっからも全部欲しい。チョッパーかわいい。チョッパーの声もねすごいかわいいんだよ。性格もかわいいし、大好き。チョッパーこんなもんで買えるんだね。欲しい、コレクションしたくなる。そんなわけないでしょ、なわけないでしょ。まあなんかそうやってね言われてたよね。それはね知ってるよ。ハンコクいたっけ。ハンコク、ハンコク、これかね、これハンコクだよね。おっぱいすごい。
私が作っていいって言うんだったとしたら、そういう噂が出てるこのハンコク欲しいよねいい、置いてもいいのかな、置こうか。ワンピーステーマにして、とりあえずじゃあもうハンコク大きさもすごいかっこいいし、え、これ買おうよこれ買いましょう。空島が終わった時かな鐘をガーって鳴らす時まあ感動するシーンいっぱいあるけどね。韓国じゃん、かわいいじゃん。え、それね、似てるって言われたのがね、多分ね、黒髪と黒目がちとかそういうことだと思ってんだよねね、だから似てると思わないけどね。すごいスタイルもいいし、ね、韓国はねすごいでかいからね、韓国すごいでかいけど羨ましいなとは思いましたおっぱいもうこんなだからね、いいなと思いました。かわいい、ここら辺なんか揃えたいよ。でも違う違う、もうちょっとなんか海賊って感じでさ作りたいからさ、ここの3人のさ、これにしよう。ルフィとサボとエース、イエーイ、こういう揃え方いいよねこれにしましょう。イエーイ、いっぱい買いました。これを持ってお部屋を作りに行きます。あー、重たい、いっぱい買った。中身確認しないで買っちゃったけど、これが入ってるってことですごいエース、わあ組み立てたいね、かっこいい。どっちじゃん、おお、かっこいい。ほら、サボ。ほう、サボじゃない。エースが真ん中だったし。なんかここの壁が、まあちょっと殺風景なので、なんかこう海賊船をイメージした壁紙を頼みました、コンテに。なので出来上がりがすごく楽しみな感じです。ちょっと楽しみにしてください。見えない、見えない、見えない、よいしょ。1億部、点は 2個ってことだよね。2、3、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、ちょ、うん、1億ベリーにしよう。ダダーン、ウォンテッド、空青い、1億ベリー。
交给索拉酱的第一个任务不知道怎么样了啊，我们进去看一看啊。嗨，入ってもいいですか？はい、どうぞ。はい。え、この壁。え、この壁。壁すごいですよね。やばいこの壁。イメージ伝えたらこう仕上げてくれました。海賊の家ですよね、これは。海賊をイメージした感じで、海賊船。あ、このテーブルもね、これ見つけた時もびっくりしました。いい、ね、あ、いいなと思って、こんなん売ってるんだって。合ってますね、こう、うん、海賊の。そうそう、なんかイメージこう探してた時に樽いいなと思って。うんうんうん、はい、はい、ここビール飲んだりとかね、なんかビール飲みたいんですよね。あ、見たらすぐビール飲みたいですよ。ビール飲みたいなっていう感じ。素晴らしい。いや、そうなんですよ。どうですか？素晴らしい、満点満点。ボアハンコク。はい、ハンコクです。セクシー。麦わら。これも、これも、はい、ハンコク。すごい。あ、写真もあるんですか？はい、私をちょっと探してくれみたいな。いいね。いや、これあればもうこの部屋が絶対売れるですよ。1億ベリーです。じゃプラス2万。毎晩。本当ここの部屋が盗まれそう。すごい。本当に素晴らしい。よかった。ソラさん、これ感動しましたよ。本当ですか？本当に海賊の家を。いや、でも二次元って言われてどうしようと思いました。素晴らしいな。でも、まあ、ちょっとこれにそのテーマとしてワンピースって決めたら、でも早かったです、こんな感じ。それでもすごいよ。実はですね、あのソラさんのデザインの部屋をそのドアの外にソラマーク貼り付けしましょう。え、これ何？青い空じゃないですか。すごい。空マーク。うん。へえ。ソラさんが作った、そのデザインした部屋ですよと、ようなマークです。貼ってくれるんですか、はい、ここの部屋の前に。はいはい。やったー。お願いしたいです。じゃあ貼りましょう。じゃあ、じゃあ原も、あ、ソラマーク。ここの方がいいじゃないですか。いい感じ。すごいいい感じじゃないですか。いい感じです。はい、イエーイ。素晴らしい。なんかすごい、なんか嬉しい。すっごい嬉しい。ありがとうございます。ソラさん、はい、今日はもうそろそろ終わって、はい、明日は、もう一部屋お願いしたいですけど、はい、いいですか？はい、もちろんです。任務の封筒も持ってきました。はい。いただきました。これ今は開けるの？今はダメです。今開けない。明日開けます。はい、開けたいと思います。じゃじゃん、行きましょう。